これ見て、ダイエット始めるのに年間でいつがいいか、どう考えても代謝が上がってる11月12月でしょ。なぜかというと、冬は体が冷えないように代謝が勝手に上がるんです。なんと夏と比べて 1.5 倍、やばくない？だから今からダイエット始めたら 1.5 倍痩せやすいってことです。本気で痩せたい人は二の腕、ウエスト、太ももふくらはぎ、気になるところをメジャーで計測してみましょう。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。膝曲げたまま前ももをゆっくりお腹に近づけます。下ろす、前ももをお腹に近づける。腹筋、下っ腹使う感覚あれば OK です。スピードは重要ではないです。前ももをなるべくお腹に近づける。上がるところまでで OK です。腰痛い方無理しないで、ゆっくりでいいから下っ腹意識してしっかり前もも上げる。普段動かさない範囲で動かすことが重要です。この動画は脂肪燃焼したいので、ちょっとね筋トレ要素が多めです。きついけど、その代わり各種目の間ちょっとね秒数長めにしてありますので、休憩しながら一緒に最後まで頑張りましょう。OK。 そしたら次は、膝曲げたままですね、膝同士つけてお尻持ち上げます。こんな感じです。裏ももお尻使ってる感覚あれば OK です。膝同士しっかりつけておきましょう。呼吸止めないようにしましょう。しっかり裏ももお尻意識して、持ち上げた時にこうやって手で触って裏ももお尻硬くなってれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。しっかり膝同士つけておいて、きつい、ゆっくりでいいです。スピードは重要ではないですよ。裏ももお尻意識して膝はつけておく。きつかったり腰痛かったりしたらサボってもいいし、途中で再生速度調整しても OK です。きつい、しっかり意識して、ラスト1回いきましょう。頑張れ。よし、 OK。 じゃあ次は自転車こぎやっていきましょう。ゆっくり足を持ち上げて、なるべく高い位置で大きく円を描きます。腹筋使う感覚ありますか？なるべく高い位置で大きく円を描く。スピードよりも普段動かさない範囲で動かすことが重要です。きつい。ちょっとねこうやってお尻が床から浮くぐらい高い位置でね円を描きましょう。呼吸も止めないように頑張って。きつかったらサボってもいいし、再生速度ね速くしたり遅くしたり調整して最後まで完走できるよう頑張りましょう。きつい人どんどんサボっていいですからね。呼吸だけ止めないで、あと少し頑張って。 OK。 休憩ストレッチです。次は左足を右こっちに持っていきます。左膝床につけて、左肩もなるべく床に近づける。こうすると裏も、お尻、背中、腰、この辺がね伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。これ休憩なのでね、裏もも、ごめんなさい、裏ももじゃない、お尻、腰、背中緩く伸びてればそれで OK です。この動画結構きついので、途中途中でねこうやって休憩ストレッチ入ってますので、サボりながら休憩ストレッチしながら最後までね一緒に完走しましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 これで次反対いきます。そしたら次は右足を左こっちに持ってきます。膝は床につけて、この右肩なるべく床に近づける。お尻、腰、背中伸びてれば OK です。こう無理にねこの肩を床につけようとするとギューってねじって腰痛めちゃったなんてならないように、お尻、腰、背中気持ちよく伸びてればそれで正解です。呼吸だけ止めないようにしましょう。きつい。次からねまたちょっときつい種目が入ってきますよ。どうしてもこう基礎代謝上げて痩せるためにはね筋肉量も必要なので、ちょっと動かしてね筋肉つけるような種目もお目に入ってますので、一緒に最後まで頑張りましょう。よし、 OK。 次はですね、こう上向きになって膝曲げたまま足パカしていきますよ。膝曲げたまま足パカ、限界まで開く、しっかり閉じ切る。限界まで開く、閉じ切る。で、なるべく高い位置で足パカやると腹筋にも効いてきます。前ももをなるべくお腹に近づけて高い位置で足パカ。腰が痛い人はこう空いてる手をねお尻の下に入れておくとだいぶ負担が減ります。それでもね腰痛い人絶対無理しちゃダメです。で、これもスピードよりも普段動かさない辺まで開ききる、閉じ切る、開き切る、閉じ切る。呼吸止めないで頑張れ。よし、 OK。 そしたら次、右向きに横向きになります。スマホ持って右向きになりましょう。
スマホはこんな感じで床に置いときましょう。で、両膝曲げたままお尻の横、ここを使って膝と膝を離す。ふぅ、膝と膝離す。こうやってお尻の横触って、あ、動いてるなーって感覚あれば、それで OK です。ふぅ、どうでしょう、ありますか、お尻の横動く感覚。ふぅ、しっかりね、この、ここを意識して、スピード重要ではないです。で、NG パターンは、こうやって、後ろに倒れちゃうと NG です。上半身は固定しておいて、膝だけ離す。ふぅ、よし、OK。そしたら次、ちょっと下の右足を前に出して、この足、真上に上げましょう。ふぅ、真上に上げる。お尻の横、使ってる感覚ありますか？ふぅ、頑張れ。きつい。ふぅ、ゆっくりでいいですよ。このお尻の横を意識して使うことが大切です。多少ね、前もも外もも使っちゃってもいいんですが、お尻の横を意識して使いましょう。きつい。ふぅ、ちょっと今下半身だいぶ追い込んだので、次、上半身の種目入ってます。ちょっと頑張ったらね、下半身お休みです。あと少し頑張って。あと2回。お尻意識して、上げて、ラスト1回。頑張れ。あー、しょけ。そしたら、こんな感じで膝曲げて、下半身楽にしておいて、左手万歳して、内外にねじります。ねじる。呼吸は止めないで、ねじる、ねじる。こう、二の腕付近がね、伸び縮みしてれば、OK です。理想は誰かにね、手をね、上から引っ張られてるイメージで、ねじるとね、この腕付近が伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。もしきつかったらね、最後の10秒サボってもいいし、再生速度、速い、遅い、調整しても大丈夫です。再生速度のね、変え方わからない方は、概要欄に再生速度の変え方貼ってますので、ぜひ参考にしてください。OK。そしたら次、この右足を前に出して、左足上げます。で、左のつま先を真上向ける。真上向ける。このお尻の横使う感覚あれば OK です。どうでしょう？ちょっとこれね、難しいと思います。特に内股気味の女性とかはね、結構しんどいです。つま先を真上向ける。外に股関節をねじる。これできなくても大丈夫です。やってるうちにできるようになります。こんな感じ。頑張れ。しっかり真上向けて。この下の右足はね、こうやって前に出しておくことで、バランス取れるんで。頑張って真上向けて。きつかったらサボってもいい。頑張れ、あと少し。しっかり真上向けて。ラスト1回。上向けて OK。そしたら、この上の左足は前に置いて、下の右足を真上に上げます。上げる。この時、内もも。下の右足の内もも使って上げる。内もも意識してくださいね。これスピード全然重要じゃないですからね。右の内もも使って上げる。上げる。で、この時、この左足がきついって声がよくあるので、後ろに左足ついて、こうでもいいです。目的は右の内もも、ここ使うことです。スピードも重要じゃないし、左足の位置、どっちでもいいです。右の内もも使えてればいいです。で、この次から逆向きになりますので、寝返り打って逆向きになります。スマホ持って寝返り打ちますよ。OK。寝返り打って逆向きになりましょう。じゃあ左向きに横向きになったら、スマホは顔の前に置いておきましょう。こんな感じで膝曲げたまま、膝と膝離す。離す。このお尻の横を使う感覚ありますか？スピード重要じゃないですからね。ゆっくりでいいから、しっかり膝と膝離す。お尻の横を意識する。NG パターンは、こうやって後ろに体が倒れちゃうと NG です。上半身は固定したまま膝だけ離す。スピード重要じゃないですからね。呼吸止めないで。頑張れ。きつい。ラスト1回だけ。上げて。OK。そしたら、左足前に出して、この右足真上に上げるんですが、皆さんついてきてますか？ゆっくりでいいですからね。上げる。上げる。前もも外もも使ってもいいですが、メインはお尻の横、ここですね。こうやって手を添えて動いてるなーって感覚あればそれで OK。頑張れ頑張れ。はぁ、きついな。このお尻ね、今日かなり、使ってるんですが、人の体の中でね、体積一番大きい筋肉なので、
お尻の筋肉がね、柔らかい、うまく使えてる筋力があるとかなり痩せやすくなるので、ちょっとだけ頑張りましょう。きつかったら最後サボってもいいですからね。ふぅ、頑張れ、あと1回だけ上げて、 OK。 そしたら、こんな感じで膝曲げておいて、右手万歳して内外にねじる。誰かにね、指先を上から引っ張られてるイメージ。ふぅ、ねじるねじる、呼吸止めないようにしましょう。ちょっと落ち着きましたかね。どうでしょう、ここまでついてこれてますか。ちょっとこれ今回、きつい種目を増やしているので、皆さんがね、やりやすいように各種目の間ちょっと長めに撮ってるんですが、どうでしょう、これ長すぎる、短すぎる、遅い早いあればコメントでね、どんどん教えてください。そういうところも調整してズボラにね、習慣化しやすくしようと思ってます。OK。 そしたら左足前に出して、この右足を上げて、つま先真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す、見えますかね、つま先を真上向ける、だから外ねじるイメージ。ふう、上半身がね、多少こうやってなってもいいですけど、なるべく上半身固定したままつま先だけ真上向ける。お尻のここ触って、あ、動いてるなってなれば OK。 でこれね、普段しない動き、特に女性は、なので難しいのでね、できなくても大丈夫です。もうできない前提で作ってます、逆に。なんで練習してね、できるようになったらいいことなんで、ズボラに緩くね、頑張りましょう。というかね、もうここまでね、やってる時点でね、もうやってる方全然ズボラじゃないですよ、すごいです。 OK。 そしたら次、この右足前に出して、左足の内ももを使ってあげる。この下の左足使ってあげる。目的は左の内ももを使うことです。高く上げることでもなく、早く上げることでもないです。内ももを使って上げることが目的。ふぅ、もしこの右足きつければ後ろについてください。頑張って。内もも使う感覚ありますか。こうやって空いてる手でね、触って動いてるなって感覚あれば OK です。ふぅ、きつい、頑張れ頑張れ、ゆっくりでいいですよ。でこの次からうつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになりますよ。ふぅ、頑張れ頑張れ、あと少し、ラスト1回上げましょう。 OK。 じゃあスマホ持ってうつ伏せになりましょう。そしたらスマホは顔の前に置いておきましょう。両手を耳の横について、腹筋のストレッチです。こんな感じで上半身反らせて、お腹伸びる感覚あれば OK です。いまいち伸びない方、ちょっとね、顎を持ち上げると伸びるかなと思います。腰が痛い方はこんな感じで肘ついて、ちょっと顎を持ち上げる、これでもね、腹筋伸びると思います。反らすことが目的ではなくて、腹筋をストレッチすることが目的です。腹筋伸びてれば、僕とね、体勢がちょっと違くても全然 OK です。ちょっと次からきつい種目いくので、呼吸整えておきましょう。OK。 皆さんついてきてますか。再生速度調整したりしてくださいね。みんな大好きスーパーマンいきますよ。手を万歳した状態で、手と足同時に上げます。腰、お尻使う感覚ありますか。背中から腰、お尻、裏ももにかけて使ってます。きつかったら下ろして上げて、これで繰り返しても OK。 首、腰痛い方絶対無理しないでくださいね。痛くない範囲で OK。 頑張れる人は高く上げる。きつ、もうサボりサボりやってもいいし、頑張れるなら高い位置でキープでも OK。 ふー、自分のペースでいいですからね、どんどんサボりながらやりましょう。無理にね、腰痛いままやるよりも習慣化のが圧倒的に大切です。 OK。 そしたら上半身べちゃっと寝かせたまま、かかとをお尻に近づける、こんな感じです。ゆっくりパタパタ動かしましょう。これもスピード勝負ではないです。かかとをお尻にゆっくり近づける。こう空いてる手でね、裏ももお尻の境目あたり触って、あ、この辺の筋肉使ってるな、動いてるなって感覚があれば最高です。まあくまで休憩の種目なので、ゆっくりやりましょう。これ一応ね、昨日久々にお休みいただいて、家族で動物園行って、娘に買ってあげたらね、これとこのレッサーパンダめちゃめちゃ喜んでくれました。たまにはね、家族サービスしなきゃなと痛感しました。きついな。ふぅ、 OK。 そしたら次、スーパーマンクロスいきます。手を万歳して、左手と右足上げる、右手と左足上げる、対角線上に手と足を上げる。頑張って。
ふう、頑張れ頑張れ。呼吸を止めないで、ふう、頑張れ。腰、お尻使う感覚ありますか？腰痛い人絶対無理しちゃダメですよ。頑張れる人は、早くやるっていうよりも、なるべく高く上げた方がいいです。ふう、きつい。お尻腰使えてますか？ふう、早くやることよりも腰、お尻を使って高く上げることのが重要。ふう、きつかったらサボってもいい。呼吸は止めないで、頑張れ頑張れ。ふう、ラスト1回。よし、OK。そしたら次は、こんな感じで上半身寝かせたまま、左足を右、こっちに持っていきます。左のお腹、ここ伸びる感覚あれば、OK です。ふぅー。つま先をね、誰かに引っ張られてるイメージで、ぐーっとね、向こうに伸ばすとね、ここ伸びてきます。これね、難しいストレッチなんで伸びないって方多いんですが、伸びなかったら一回戻して、もう一回、こうして、いろんな角度でね、試してみましょう。この左のお腹伸びる角度探してみればあるはずです。ふーん、呼吸は止めないで。オッケー。じゃあこんな感じで上半身寝かせたまま反対いきます。右足を左、こっちに持ってって、右のお腹の前面伸びてればオッケーです。腰痛い人絶対無理しないでくださいね。つま先を誰かに引っ張られてるイメージ。ふー、きつい。お腹伸びますか？右のお腹の前面。呼吸は止めないで。いや、皆さんここまでよく頑張りましたって言いたいんですが、すいません、最近ちょっとね、ゆるいストレッチ多かったんで、最後にね、まあ冬本気でダイエットしようということで、マウンテンクライマー、皆さんが大好きなマウンテンクライマーを入れたので、頑張れる人だけでいいので一緒に頑張りましょう。頑張れない人はね、僕が苦しんでるのをね、見学しててもいいです。よし、 OK。 じゃあマウンテンクライマーいきますよ。マンションでもできるようになってますかね。こんな感じで三角形作りましょう。三角形作って前ももをお腹に近づける、近づける。ちょっとわざとね、腰を丸めておく、猫背にしておくと腹筋にも効いてきます。前ももお腹に近づける。頑張れる人はこうやってやってもいいけど、まあ近所迷惑にならないようにしましょう。頑張れ。なるべく高く上げて腹筋意識して腰丸めて、頑張れ頑張れ、あと少し。頑張れ、あと少し。一応この動画でね、物足りない方は概要欄に追加で貼ってますので、物足りない方いたらぜひ追加でね、やってみてください。頑張れ、あと少し。ラスト1回、 OK。 ここまでよく頑張りました。素晴らしい。もう最後まで頑張った時点で全然ズボラじゃない。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画だったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒にダイエット頑張りましょう。